第36回アメリカスカップは2021年3月にニュージーランド・オークランドにて行われたヨットレースのシリーズ。前回大会の勝者であるエミレーツチームニュージーランドがホストを務める。本大会に先立ち従来ルイ・ヴィトンカップとして知られた挑戦艇決定シリーズが新たにプラダを冠スポンサーに迎えプラダカップとして開催された。 プラダカップ及びアメリカスカップ本線の模様は日本ではダゾーンにて生中継される。ヨットについては前回までの総動線に代わって新たに水中翼を採用した単動線の AC75 が統一レギュレーションとして採用された。AC75 では船体の張る部分がほぼ常時海面から浮いた状態となっており空飛ぶヨットの異名を持つ。 春が水面と接しないため水の抵抗が少なくなることから、搬送時の最高速度は50ノットを超える。プラダカップについては、予選ラウンドロビンを最大4ラウンド行う。その後、予選2位と3位のシンジケート同士による準決勝を経て、予選1位と準決勝勝利シンジケートによる決勝にて挑戦艇を決定する。挑戦艇と防衛艇によるアメリカスカップ本戦は、 最大13戦にて争われる。最終的に予選ラウンドロビン2位のルナロッサが挑戦艇となったが、防衛艇のチームニュージーランドが7-3で勝利し、カップ防衛を果たした。ありがとうございます。